こんにちは、木村です。今回はテレワークを支えるものをランキング形式で紹介していこうと思います。第12位、マグセーフ充電器スタンド。 iPhone を簡単に固定したり充電したりできるので便利です。僕はウランジの卓上マグセーフスタンドを使っています。高さと角度の調節ができるので、目の前に iPhone を持ってきたり、家事の最中に YouTube を見たり動画撮影に使ったり、応用の幅が結構広いです。とにかくワンタッチで固定できるのが便利ですね。資料を iPhone で表示しながらパソコン側で入力を行うみたいな使い方ができます。あとは車載用のマグセーフ対応充電器をモニターの横に固定します。充電しながらウェブカメラとして iPhone を使います。マグセーフ関連の製品っていろいろあって、見てるだけでも楽しいですよね。スリーウェイ充電スタンドとか、モバイルバッテリーとか、リングとか、ウォレットとか、三脚フォルダーとか、ステッカーとか、応用がいろいろ効く仕組みなので、どんな使い方ができるか考えるだけで楽しいです。今度マグセーフ関連商品の動画を作ろうかなというふうに思ってます。第11位はフットレストです。座ったまま長時間のパソコン作業は体に負担がかかり疲れるものです。仕事中にだんだん姿勢が悪くなってしまって、気づいたら腰が痛くなってしまっていた経験はないでしょうか。そこで活躍するのがフットレストです。肩や腰に負担がかからない姿勢を維持するには、デスクの高さに合わせて椅子の座面の高さを調整しなければいけません。デスクと肘の高さがだいたい同じくらいになるようにするといい感じです。ただし、そうすると今度はかかとが浮いてブラブラしてしまう場合があります。フットレストがあれば足をぴったり置けるので、自重がお尻や太ももに集中せず、疲労がたまりにくくなります。地味な違いかもしれないんですけど、長時間座っているとちょっとずつ体に負担がかかってくるので、地味な改善は重要です。つい姿勢が悪くなってしまう人はぜひ一度試してみてください。ただの足置きに数千円も出せないよって人は、100均のシューズラックを2つほど買って代用しましょう。耐荷重性はほぼありませんが、足を乗せるだけなら意外と問題ありません。第10位はノート PC スタンドです。ただの小さな台ですね。ただの台なんですけど、なかなか侮れないメリットがいくつかあります。一つは目線が上に上がることによる姿勢の改善です。また姿勢の話かと思うかもしれないんですけど、デスクワークにおける疲労の95割はこの姿勢を良くすることで軽減できます。したがってこの動画でも姿勢の話をたくさんしていく姿勢です。ノート PC での作業は背中が丸くなりがちなので、スタンドで高さを稼ぐといいでしょう。目線が高くなると自然と姿勢も良くなります。2つ目は排熱です。ノートパソコンはすぐくっそ熱になるので、デスクにベタ置きはおすすめできません。浮かせましょう。僕が使ってるのはボヤタのノートパソコンスタンドです。角度や高さ調整はできないんですけど、見た目が気に入ってます。第9位はヘッドホンです。テレビ会議に使ったり、作業中の BGM を聞いたりするときに活躍するのがヘッドホンです。長時間使うことを考え、ヘッドホンにそれなりの額を投資するのはいいアイディアだと思います。スピーカーの方が楽なんですけど、家族もいる自宅だとそうはいかないっていう場合もありますよね。僕のおすすめは開放型と呼ばれるヘッドホンです。こもらず、蒸れにくく、軽いものが多いので長時間使っていても疲れにくいです。僕が使っているのはアーカーゲイ K702 です。個別のレビュー動画も作ってます。音の解像感がしっかりしていて、音楽を聴いていてすごく気持ちがいいです。ちなみにオーディオテクニカが Bluetooth 対応の開放型という素晴らしいヘッドホンを出しているので、最近はそちらが気になってます。第8位はモニターアームです。これを使うとモニターをデスクにクランプ固定できるようになります。複数の軸や関節を持っているため、モニターを上下左右に動かしたり、角度を自由に変えられます。大抵のモニターに付属しているスタンドと比較してかなり自由度が高いのが特徴です。またスタンドがなくなる分、モニターの下のスペースが広く使えます。作業って意外とキーボードを奥にやることがあるので、このメリットは地味にでかいです。デスク全体の見た目もすっきりしてかっこよくなります。第7位はタブレット Kindle です。デスクの横に置いておくと、書籍などの資料を見ながら作業するのに役立ちます。ちょっと手書きのメモを取るのに使うのもいいですね。個人的には技術書を見ながらコーディングするときに結構使います。
僕が持っているのは Fire HD10 なんですけど、めっちゃいいタブレットですね。何がいいかって、これを使ってると iPad が欲しくなることです。え、そんな UI ある？とか、YouTube の動画再生中にスリープするの逆に新しくない？とか、今タップしてないよね？とか、日々驚きを与えてくれます。物にお金をかけることの大切さを教えてくれます。一方で、Kindle デバイスとしての性能は十二分だし、意外とお絵描きとかもできます。性能がピーキーすぎます。前編は以上です。後編もぜひ見ていってください。見逃さないようにチャンネル登録お願いします。バイバーイ。